どうぞ。ビフビフ。これは腹がチュッチュ。なよ、卵よこれ。卵かもしれんね。ビフ。今の時期そうなの。わからん。そうなの。よく釣れるってことは。めちゃ鱗はある。鱗多いね、うん、ただね、飛び散りは少ないですね。はい、鱗ある割に。その器具と鱗の大きさがマッチしてる、うん、はい、洗います。鱗ね、はい、いきますよ。はい、次の工程です。あ、見えました。白子や、うん、白子パンパンやろうや。あ、頭残しの腹残し、はい、よし、行こう。この方法は頭を落とさんでもいいから、骨を立たなくていい。力のない女性でも簡単にできる。そして腹を開かんので、ゴミが少なく、少なくはないか、うん、コンパクト。内臓を開けんでいき、まあ、汚れんってことね、キッチンが。そうですね、うん、え、でも頭残しの内臓残し、骨を泳がしができる。生き中まんまやったらね。うんうん、胃袋見る。あとやお楽しみ。それはもう、いいよいいよ、早いよ。立てて、立てて。すごい、卵、白子じゃなくて卵やね、やっぱり。卵パンパンやろうやったら。卵みたいな。卵パンパンやろうやったら。今ダサいところが映ってしまいました。角度を間違うという、ね、間違ってなかったけど勘違いしたという、ね、わからんなってくる気。もう何百匹とさばいちゅうのにまだそこ悩むのかね。困りましたね。硬い？硬くないよ、全然。魚の向きやろ。急にほら、またフリーズしだすき、わからんなってくる。邪魔です。卵あった？頭終わったで。終わったら見れる、決まっちゃって。皮引きまで一気に行こう。今4分焼き。鱗取りゆうとこから取って4分焼き、かなり早いで。そんなに端っこまで攻めてると思う。さっき最初に切っちょかないかなとね、そこタンと立てる、はい、ね、はい、いらんの、はい、はいだろう。はい、海ちゃん、これ卵で、これがさばかれた卵。すごい。さあさあ、バイバイ。この皮はどうだ、剥ぎやすいかな。剥ぎやすいよ、こんなもん。骨がついてないき、皮に。中骨が強いやつは骨にひっついてるから。くな、6分やね、今5分半。1匹6分かかりよったら10匹さばくに1時間かかるね。そう、あと何匹だろう。4、うん、はい、綺麗。あ、美しい。はい、これがイサキの三枚おろし、頭残しのあばら残し。はい、でもそこはセンスやろ。やっぱちょっと卵見せるぐらいがセクシーでやない。
タモちょっと見せる。へそだし。そっちから下やろ。そうやろ。絶対そうやろ。なんで、そっちが出したら内臓感出るやん。やっぱこれやわ。これはセクシーやん。はい、OK です。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。また、よろしくお願いします。